こんにちは。佐伯克磨の英会話初級クラスのお時間です。 My English has a long way to go、なかなか英会話習得への道は遠いのですけれど、毎日少しずつですが勉強を続けています。さて、僕の YouTube の、別の動画、英訳トレーニングというシリーズがあるのですけれど、まあ、瞬間英作文の練習なんですけどね、その中で聞いたことがある文章がありました。一つは He was too busy to talk to me、 彼は忙しすぎて私と話せなかったというものですね。もう一つが You always make me laugh、 君はいつも僕を笑わせてくれるねといった感じでしょうか。これはどこで習ったのかな、どこで聞いたのかなと思い起こしてみると、やり直し英語塾ナオックという動画チャンネルがあるんですけれど、その中のある動画でした。ナオック先生が、特に苦手な方の非常に多い第五文系と不定詞の組み合わせといったような副題で教えてくれていたものでした。もう一度復習しようと思ってその動画を探して、見てみましたけれど、以前見た時よりも理解が進まないような気がしました。まあ年取っちゃったのかな。それはそれとして、先日あるところへ出かけました。特急電車の指定席に乗って、そして、乗り込んでみるとすでに僕の席に他の人が座っていました。それも外国人の子供さんでした。そこで僕は What is number your seat? といきなり聞いたんですね。まあそしたら横から女性、母親らしき女性が出てきて子供たちをどこかへ移動させていましたけれど、何のご挨拶もなかったところを見ると僕のぶしつけな質問に腹を立てたんでしょうかね。まあ子供さん相手でも Excuse me、 その後正しい英語で What is your seat number? と聞けばよかったのかもしれません。でも3年英語の勉強をしてきて初めて外国人に話しかけました。いい経験ができました。また機会があったら積極的に話しかけてみようかなと、思っています。なんで消極的じゃん。というわけで、今日も取り留めのない尻滅裂な動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。